オリックス、ソフトバンクとパリーグの上位チームとのビジターでの6連戦を4勝2敗で終えた巨人。交流戦も12試合を消化し、横浜と並んで首位につけています。ここまでは打線が好調で、チーム打率は楽天に次いで僅差の2位。チームホームラン、チーム OPS は12球団トップとなっています。投手陣も先発防御率はそこまで良くありませんが、課題だった中継ぎ陣がここまで12球団5位の防御率を記録しています。交流戦も残りは西武、楽天とパリーグの下位チームとの東京ドームでの6連戦となっており、本気で優勝を狙える状況となっています。今回の動画では最後の6連戦の先発予想、相手チームの状況やここまでの成績を見ていき、巨人が交流戦の優勝を果たせるのかどうか考察していきたいと思います。このチャンネルでは巨人の試合が行われた日には試合終了後1時間以内にその日の試合の振り返り動画を投稿し、視聴者の方とコメントで感想戦などを行っています。よろしければチャンネル登録お願いします。ここまでの交流戦の打撃成績です。岡本選手が12試合でホームラン6本、打点12と4番として見事な活躍をしてくれています。丸選手、坂本選手はそこまで打率は残せていませんが、いい場面で打ってくれています。大城選手は毎年来る馬敵が来ているので、6連戦であれば1日は休養日を入れてあげてほしいです。やや下降気味だった秋広選手にも日曜日にいい場面でタイムリーがありましたし、中田選手もソフトバンク3連戦では12打数1安打に終わりましたが、不調が長続きしない今シーズンの中田選手なので、明日からの6連戦では打ってくれるでしょう。今後はもう指名打者を使えないので、ウォーカー選手には代打の切り札として待機してもらい、ソフトバンク戦でいい活躍をしてくれた梶谷選手、中山選手、重信選手をどう使っていくかも大事になってきます。心配なのは吉川選手で、なかなか状態が上がってきません。それでも守備力を考えたら、吉川選手がセカンドで出続けられるのがベストになるので、復調を待ちたいです。続いて交流戦のブルペン陣の成績を見ていきます。中川選手にかつてのような安定感が出てきたことは巨人にとって何よりも大きいものになっています。交流戦では5試合無失点で4ホールドを挙げています。中川選手に頼りすぎると負担が大きくなっていくので、中川選手に並ぶくらいの安定した中継ぎに出てきてもらわないと今後苦しくなっていきます。その中で菊池選手の最近の活躍は素晴らしいです。交流戦5試合の登板で無失点、7イニングで10個の三振を奪う奪三振能力の高さは本当に魅力です。投げるたびに自信をつけてきているようにも感じるので、セットアッパーとしての地位を確立してもらいたいです。ソフトバンク戦からブルペンに加わったリーディ選手も面白い存在です。まだ安心して見ていられるというレベルにはありませんが、何よりビーディ選手が中継ぎという役割を喜んで受け入れ、チームに貢献したいというコメントを残し、やる気満々な姿勢にすごく好感を持てます。このままブルペンの一員としてハマってくれたら本当に大きいので期待しておきます。明日からの6連戦の先発予想です。巨人はメンデス選手が復帰登板で、カード初戦の連敗記録阻止を狙います。グリフィン選手も戻ってくるので、今週はブルペンデーをする必要がないのは朗報です。グリフィン選手を金曜日に持ってくる可能性もありますが、明日のメンデス選手で勝つことができれば西武戦は3立ても見えてきます。交流戦が終われば、オールスターまでは週5試合が続くため、メンデス選手や横川選手にとっては、ローテ生き残りをかけた大事な登板にもなります。西武との交流戦通算成績では、37勝25敗と大きく勝ち越しており、得意な相手となっています。昨シーズンは負け越していますが、今回の対戦では、巨人はメンデス、戸郷、山崎伊織の3選手が、いずれも西武戦初登板となります。西武は現在、交流戦最下位となっており、
チーム防御率は12球団2位の数字を記録していますが、チーム打率は12球団最下位、総得点も12試合で30点で、1試合平均3点を取れないなど、山川選手の不在もあり打線の不調が深刻化しています。西武の交流戦の打撃成績を見ても、主力打者に当たりはなく、正直打線に怖さはありません。警戒すべき点としては、主砲の中村選手が復帰予定だということです。守備につけるかは不透明で、スタメンで出てくるかは分かりませんが、今シーズン好調の中村選手なので、出てきた時には要注意です。西武の明日の先発は、松本航選手です。今シーズンはここまで、8試合に登板し3勝4敗、防御率は 3.80 という成績です。巨人戦には2021年に一度だけ登板があり、その時は6回4失点という投球でした。西武のエース格である高橋選手や平良選手と比較すると、一段階はレベルの落ちる投手なので、しっかりと攻略していきたいです。2戦目の先発が予想されているのは、サブマリンの與座選手です。與座選手は今シーズン、ここまで4試合の登板で勝ち星はありませんが、前回登板の中日戦では7回2失点と好投しています。與座選手と巨人といえば、昨シーズン6回までパーフェクトに抑えられるということがありました。7回に吉川選手のヒットで完全試合こそ免れましたが、去年やられている相手なので、また左打者を並べるなどの対策をして臨む試合になりそうです。3戦目の先発はエンス選手か浜谷選手のどちらかになると予想されます。エンス選手は開幕からローテを回っていましたが、家庭の事情で一時帰国し、5月末に再来日。先週ファームで一度先発し、5回無失点に抑えています。浜谷選手は2021年以来1軍登板はありませんが、ファームでここ3試合18イニング2失点と結果を残しています。どちらが来るにせよサウスポーで巨人は初対戦となります。続いて週の後半の楽天戦ですが、通算成績では39勝26敗とパリーグのチームでは一番の好相性となっています。ただ昨シーズンは早川選手と則本選手に抑え込まれ負け越しとなっています。今シーズンの楽天は打線が不調で現在リーグ最下位となっていますが、交流戦では12球団トップのチーム打率を記録する一方、チーム防御率は12球団最下位と極端なチームになっています。個人の打撃成績を見ると、不調だった浅村選手が状態を上げてきており、小郷選手や岡島選手も好調となっています。楽天の初戦の先発は唐島選手が予想されています。唐島選手は今シーズン2軍暮らしが続いていましたが、先週から昇格し、阪神相手に7回途中自責ゼロの好投をしています。巨人に対しては2013年の日本シリーズで5回1安打無失点の好投がありましたが、シーズンの通算成績では3試合で防御率6点台と苦手にはしていません。巨人はここに横川選手ではなくグリフィン選手を当ててくる可能性もありそうです。2戦目の先発が予想されるのは早川選手です。早川選手は今シーズンここまで9試合に登板し、防御率 2.32 と好成績を残しています。特に直近5登板では4登板でハイクオリティスタートを達成する好調ぶりなので、今週の6連戦の相手先発では一番苦労しそうな相手です。巨人戦には昨シーズン一度登板しており、6回5安打1失点に抑えられています。3戦目は岸選手が先発します。今シーズンの岸選手は開幕からローテを回っていましたが、5月初旬に腰痛で離脱しており、それ以来の復帰登板となります。ファームでは先週完封勝利を挙げるなど状態を上げてきています。巨人戦には通算9試合に登板し5勝を挙げ、防御率は 3.10 という成績です。2008年の日本シリーズで完璧に抑えられた記憶しかなかったですが、シーズンではそこまで苦手にはしていなかったです。岸選手が楽天に移籍してからに限ると12イニングで9点を奪っています。
今週6連戦はパリーグの下位チームと、しかも裏ローテと当たるということで、最低限勝ち越し、あわよくば5勝以上で交流戦の優勝を狙っていきたいです。こういう時に負け越してしまうのが今年の巨人ですが、先発が6枚揃い、中継ぎにも安定感が出てきているため、優勝の可能性も大いにあると感じています。この6連戦で負け越してしまうようでは、シーズンでも上位に食い込むのは難しくなってくると思うので、期待して見ていきたいと思います。交流戦が終わった後のことも考えていくと、来週は木曜日まで4日間試合がなく、ローテーションの順番を含め再編ができます。さらにオールスターまでは、週5試合が4週続くため、5人の先発投手で回していくことができます。しかしオールスターが終わるとシーズンの最終盤まで6連戦が8週続く過酷な日程となっています。オールスターまでにローテーションの6名をしっかりと作り、故障や不調に備えて先発投手を8番手くらいまで用意できれば、リーグの上位争いにも絡んでいけると思います。ブルペンに関しても支配下枠に4つの空きがあるので、育成からの昇格を考えても新外国人選手1名は獲得しておいてほしいです。整えられつつある戦力ですが、オールスター明けまでに完全に戦力を整えられるかが今後の注目ポイントになっていくでしょう。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。